はいどうも皆さんこんにちは、ピヨツキチャンネル、ペネシのピヨタです。さあ今回もスプラトゥーン3バイトやっていきたいと思います。皆さん明けましておめでとうございます。2024年もピヨツキチャンネルをよろしくお願いいたします。ということで、今回もいつも通りやっていきたいと思います。今回やっていく武器ステージはムニエール海洋発電所にてクラッシュブラスター、バケットスロッシャー、北斎ソイチューバーでやっていきたいと思います。それではスタート。さあ前回の部分から、まあ、結局のところ連続して録画を撮っているわけなんでね、私は良いお年を言った後に明けましておめでとうございますを言っているわけなんですよそんなこと関係ないか。まあということでやっていきます。よろしくお願いいたします。2024年はね、まあなんとかいろいろカンストとか通常ステージカンストをね何個かやっておきたいっていう気はしますよね。あとはまああんまり考えたくはないですが、スプラトゥーンの公式が言っているアップデートしますよって言ってる、時期が2年なんですよね。そうアップデートとして掲げられてるのが2年なので、2024年のこの時期にね来て しまうんだよね。アップデート終わっちゃうっていうのが、だから新武器も追加されるとかそういうワクワクドキドキ感がなくなってしまうっていう。一応私もね毎日投稿を続けるのはそこまでということを決めておりますので、まあそこから先続けるかどうかは、まあまたノリと勢いといろいろとみたいな感じでねやっていこうとは思いますので、どうなるかは未知数って感じです。まあただスプラトゥーンとしては配信とかも含めてまた続けていきたいとは思っておりますので、まあ引き続きよろしくお願いいたします。これに関してはまたまあ1年に近いぐらいだからね、来年の10月11月レベルだから。よいしょ。さあ新年最初は勝ちた。うえコウモリ、その刈り取り方は私聞いてないね。ありがとう。よしということで頑張るよ。よいしょ、ナイス打ち返し。よいしょ、ほあと6個、ここの部分含めてあと3つ。よいしょ、とりあえず復帰早く。せーの、あと1つ、オッケー、足りた。よいしょ、ゲッ。うわー、肩パトフィーキした。綺麗なお年玉だ。3です。いやー危ねー、普通に危ねー。ソイチューバー、新年最初はさ綺麗に終わりたいじゃない、綺麗にね勝って始まりたいものだからね、頑張ります。ソイチューバー、よっ、おお、よっ、よいしょ、鉄板と、ここはタワー、あめちゃくちゃ下手くそ、タワー、この角度で打つのが一番楽だよな。うまい。あー足んない、あーやべ、貯めるかい？いけ。いや塗りを私に担保しないで、なんともできない。もう私はあいつを肉体的にぶん殴るしか、やりて。よいしょ。トリトル使っても、弾かれた。マジで上ばっか向かされるせいでつい。さあ納品は足りてる、あとは生き残ればいいだけ。ありがとう。伝えて、ナイスありがとう。危ねえ死ぬ前に真上に投げた。
英断すぎる。カモン、英断だよこれは。あぶねー、去年培ってきたことが生きてる。これでも1年間私は、1年間以上私はサーモンランをやっているんだ。そう、雑魚だけどね、未だに雑魚雑魚雑魚でございますが、やってはいる人なんだ。はい、ナイス。はい、オッケー、よろしく。あーっとこれもしかして、あげ、ありがとう。ポップソナーで間に、うわーおー、さあモグラ来るね、ここ。はーい、よっと。ほっ、うわー、めちゃくちゃやられてる。ほい、よいしょ。ふっ、絶対ダメ、あれ。うっ、ね、全力で今かわしてんな。てか、これで勝てる。ナイス、危ねえ。第3ウェーブなの忘れてた今。緊急事態、横綱。いやー、お頭、新年初からお頭ですか。頑張って勝ちたいとこだが、きついもん、武器編成ではあるか今回。北斎、さあ、いや、すげえ編成してる。オーケー、とりあえず投げとく。横綱にやられただと。今の当たる？そんな。ありがとう。ほんと物理的にこうやってやってくる系はきついね。あ、それ NG です。よいしょ。コウモリか、多重に展開しすぎだこれ。オッケー、うわっ、横綱かよ、やばい。もういける、逃げろ。やっけー、やばい、インクが死んでしまう。あー、ジモン周りを見てる余裕がない。ボッコボコよ。あー、よいしょ。ガー、うおー、くっ、さすがに無理か。あー、しんどいこれ。おー、ボッコボコ、ボッコボコのボコよ。なんならよくみんな全滅してねえなっていうレベル、全滅してないこと称賛するレベルのやべえ試合が起こってる。まあでも新年からわちゃわちゃで楽しかった、楽しかったですね。わー、納品少ねえ。7救出9です。全員すげえじゃん。もうなんかさ、待って、よくほんと生きてたね。第3ウェーブまでクリアできたの奇跡じゃんこれ。今のスコアちょっと見る。8救出6です、8救出6です、7救出9です、5救出7です。すげえ、よくクリアできてるこれ。クリアできてることがもう横綱とか関係なくすげえよ。もうなんか頑張ったねみんなっていう。さあ、さあ、 YouTuber 通常仕様だね。
の通常ウェーブだね。オッケー、よいしょ。さあ向こうか、よいしょ、行ってこい。トイチューバーとかこういうやつは塗りを担保してあげるのが一番いい。こういう壁塗りとかをね担保できると偉い。うまっ、おーいしょ、1個攻めて、オッケー、ナイス、オッケー、1個は入った。ワッチ、ほっ、いって出てて、こざけ、ここまでは飛んでこないのか。ほっ、よし、ほっ、よーいこーらせ、よーいこーらせ、あーミスってんねー、オッケー、オッケー、よっ、ほっ、よいしょ、あそこ片パいる、もう納品は余裕で足りてるから、おー、うまい、入ってなかったように見えたけど、ナイス、ためてためてぽーい、オッケー、とりあえず塗りを担保していって、第2ウェーブクラブラ、カモン、夜かな、夜だね、何出てくる、キャノン、僕が行ってもいいんだよな、キャノン、別に納品係でもキャノンでもどっちでもいいな、クラブラは。ただキャノン係が少なくなるのだけは NG。この係いなくなるとマジで悲惨だからね。ほっ、いや変な方向飛んでった。よいしょ、いや着弾変なとこ行ったか。オッケー、私が狙われるんだよな。おお、半分ぐらい削れてる、オッケー、鉄球、よいしょ、ほっ、いや片っ端がすげえ狙いづらい、吸われる、あーやれてないね僕のこれ。さあ、うお、一発だけ来たか、うーん、間に合ってない、わあかわいそう、うーん、鉄球倒せてないか、あれ、オッケー、納品ギリ、あー最後一発打ちたかったのに、ナイス、クラブラである必要はなかったが、まあナイス。さあ北斎、通常仕様の通常ウェーブだね、よいしょ、よいしょ、カモン、了解、まあとりあえずボムだけ置いて嫌がらせみたいなことだけしましょうか。フェイ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 、オーゲイ、え、いた、ほっ、よーいしょ、おーっとっと、ほっ、おっと、とっと、いや多いね、多いな、
はずが。ほっ、納品係ポカッといっちまうよこんなの。オッケー、やべ、そこの人やられた。よいしょ、まずい。いや今シールドモードになったって、シールドモードになったって。シールドモードでも食われんだっけこれ。なんか大丈夫だった印象があるんだけどな。ダメだったか。いやー、シールドモードの展開が間にの移動が間に合ってないのか、それとも普通に何も関係なくやられてんのか。シールドだろうがなんだろうが貫通してやるのか、どっちかわかんないなこれは。知識上ではシールドだったら一回耐えられるような印象があったんだけど、違ったかもしれない。さあ、ということで負けです。第3戦目ラストいきましょう。今のはスコア的にはまあ第2ウェーブ目が僕は納品してないから、納品が少ないのはそうだね。1です、1救出。まあ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 って感じのスコアですね。悪くはないけど特段良くもない、そんな感じのスコア。さあ、ということで第3試合ラストいきましょう。さあ、ほんとここは頑張ろう。バケスロ干潮だね。カモン、とりあえず側面だけ軽く塗っていく。よいしょ、ほっほっほっ、おいしょ。いや、何通ルート通ってんだあれ。ふわっ、おいしょ。ああ、早くやりよかった。まあいいか。はっ、よっ、ほっほっ、セイブセイ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 バッセセイバンバン。押されて落ちてる。ほっ、おいしょ、よろしく頼んでいいか。うわっ、ダーッ、ヘビにやられた。こうなるとインクのないこっちは絶望だな。クラブラ君いける。あぶねえ、あぶねえ、本当に第1ウェーブから負けるとこだった。あぶねえ、本当に助かった、ありがとうございます。あそこのホップソナーとかいろいろも含めてありがとうございます。通常仕様の通常ウェーブだね。よいしょ、おい、ほらせっどうねっと。あー、そこ来る。よいしょ、いた。さあ、まあいい感じのダメージ受けたし、与えられたし、ほっ、オーケー、ほっ、いや外す。第2ウェーブを、
と答えてる。よいしょ。はっ。よいしょ。よいしょ。よいしょ。これは NG。 おわっち。それ NG だって言ってんだろ。あと1個、あと1個。そう悔しい。これあと1個。ただ全体的に今回は第1ウェーブも含めてギリギリだったね。いやーねえ、今どんな気持ちっていうの、味方なのに煽られてる感じがしてやだな今回味方のはずなのに。いやでも納品が少ない。狩りには行ってるけど納品が少ない。結構してる印象が自分では合っちゃうのが困るよな。これ今年はこういう点も改善していかないといけないですね。はい、ということで、ここまでのご視聴ありがとうございました。2024年も、よろしくお願いいたします。アドバイス等もね、お待ちしておりますので、どしどし送ってください。それでは、じゃあねー。